里崎チャンネル。ちょ、こんにちは。さあということで、はい、今日はソフトバンクと広島です。はい、一番西の球団2チームです。はい、まずはソフトバンク、ソフトバンクからいきますか。ソフトバンクが、はい、交流戦、うん、数年ぶりの借金です。はい、いくつ借金で終わりますか？5勝9敗、あ、4つの引き分けらしくないっていう感じですよね。うん、だからね、うん、まあ、まだその全部終わってないんで、うん、セパの勝ちわからないですけど、はい、もし今回セリーグがもし上回ることがあったら、もう完全にこのソフトバンクがやっぱり一番の要因ですよね。はい、そうですね、そのパリーグが上回りながらちょっと負けすぎっていうね、うん、いつも優勝回数一番多いですもんね、やっぱソフトバンクが。そう、うん、その中でやっぱね、打ててないのよ、はい、2割3分3厘は、あ、そう、12球団で日本ハムに次ぐワースト2。え、打線が、うん、チーム防御率は 3.04 で1、うん、もう打ててないのってことですね。如実に、うん、でホームランは21本とまあまあ打ってんだけども、はい、得点が68点と非常に少ない、うん、一番点取ったのがオリックスの96点だから、まあ、約30点、30点以上ですか、うん、でも点は56点で点一番取られてない。あ、だピッチャーはいいけど、もうピッチャー頑張ってるけども、うん、まあ、そのよ、はい、まあ、要因として、まあでもね、交流戦ね、やっぱりね、要因はまあ打てなかったのもそうだけど、はい、モイネル不在。あ、まあそこも大きいですね。うん、やっぱあのキューバでね、あのオリンピック予選で行って、まあ負けちゃったからすぐ帰ってきましたけども、はい、まあ、8回モイネルいない。だってモイネル、モニがいないからね、で2人いないのって、こんなのね、普通勝てないよ、うん、まだ2位にいるのが奇跡よ。そうですね、うん、こんな状況で、うん、普通よ、はい、後ろ2枚いなくなるって、阪神だったら、はい、岩崎スアレスいなくなるでしょ、うん、まあ、岩崎はいないけども、はい、で楽天だったら松井、うん、今だったら松井孫いなくなるんだよ。もう無理でっていう状況でやってるってことだ。西武だったらギャレット、もう増田いないから、増田平いないから、いない、うん、そりゃきついよ、はい、最強の後ろ、うん、2枚がいなくなるって、はい、あと打線もね、はい、まあ、グラシアルが怪我、うん、でデスマイネが予選で怪我、はい、でバレンティンがね、昨日ホームラン2発打ったけども、はい、まあセリフ相手だからね、うんうん、パリーグ相手でどこまでになるのかっていう、はい、まあ、打線、うん、まあ、で全体のね、数字から言うと、はい、まあ、打線はね、チーム打率2割5分6厘と、まあ、パリーグ1位なのね、うん、ホームラン数も61本と、パリーグ2位、はい、で安打数が558本とパリーグ1位、うん、っていうところで、まあ、打ってんのよね。で得点圏打率を2割7分7厘でパリーグ1位、うん、やっぱ序盤の勢いっていうのはすごいあったじゃないですか。そうだね、うん、で盗塁の成功率も7割8分3厘とパリーグ1位、おお、でエラーの数も26個と、うん、まあ、あの最小が西武の25個だけども、うん、まあ、それに次ぐ2位だから、はい、打ってんだよ。だ序盤はすごい、序盤から中盤すごいいいですけど、うん、この交流戦近辺でちょっとこう、そう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 オリックス、日本ハムに次いで3位、うん、で救援防御率 2.47 でダントツ1位、はい、クオリティスタート率も 48% とパリーグで1番、うん、っていうところで、被打率も2割2分1厘で一番打たれてないから、はい、だから全部いいですね。めっちゃいいよ、数字だけ見たらいいんだけど、はい、でもなんか良くないじゃん、ま、だから最近ですよね結構、うんうん、やっぱりね、うん、打ってないのよ。そうですね、だこの前も石川が1対0で負けたりとか、はい、このヤクルト戦も僅差で負けてるもんね、はい、そうなんですよね。だからそんなところでは、この、うん、最後のソフトバンク、うん、週末、ね、まあ、6月とか広島1対1、はい、でヤクルト11日1対0で負け、うん、で4対2で負け、はい、で6対4で負けっていう、うん、もう投打のバランスが噛み合ってないよね、はい、広島に2回1対1引き分けてるからね、うん、もったいない打線だね。あとまあモイネロが帰ってきたらね、うん、まだそこも変わるし、はい、まあ、これもう打つしかないね、うん、であとまあ今宮も今年不調だしね、はい、でまあ三森がいきなり来て打ったりとか、うん、まあ、光る選手もいるけども、はい、メンバーはそこまで変わってないわけじゃないですか、打線の方も、うん、でもシュートがね、怪我で骨折でいなくなって、まあちょっと打撃でね、うん、状態悪くてちょっともうスタメンじゃなかったけども、はい、でマッチもちょっともうね、うん、っていうところもあるし、うん、ちょっと全体交流戦だとダーッときたから、まあ、ちょっと勢いがね感じられないですもんね、うん、だこの交流戦終わって勢いを取り戻せるのかどうかがね、うん、勝負、はい、数字だけ見てたら強いけども、はい、ちょっと数字に現れないところがちょっと今もう低迷してるから、うん、そうですね。でも悪くても2位っていうのが大きいのよ。そう、確かに
かに。でこれで上がってきたら上行っちゃうじゃん、うん、だってモイネル帰ってくるし、うん、そうそうそう、あとバレンティンがどうなるのかっていうね、はい、あとグラシアルの怪我の復帰っていうのも気になるけども、うん、まあどうなるんだろうね。ソフトバンクはこう1年間なんか耐久できるイメージはあるんですよね、うんうん、誰か選手がいるので。だ10月だよ、全員集合ちょっと帰ってくるからね。で終盤のクライマックスとかに向けてガーッて帰ってくるイメージありますね、うん、でもやっぱりリーグ優勝したいじゃん、うん、でまあ今2ゲーム差、まあ、オリックスにゲーム差なしっていうところだけどもね、はい、まあ攻撃陣のね、うん、雰囲気を、まあこっから誰か取ってくるとかはないから、はい、まあ怪我人の復帰と、うん、まあそれを待っていくしかないね。そうですね、うん、終盤になったらみんな揃ってるかもしれないし。そうですね、はい、さあ続いて、はい、広島。広島です。広島、うん、これはね、うん、もう明白です。明白、はい。もうカープはね、うん、防御率が 3.8 差しと、はい、DeNA に次いでワースト、うん、だから5位だもんね、セリーグ、うん、先発防御率4.10、救援 3.5、 救援はね、栗林、まあ、知ってきたんだよね、うん、栗林とか、うん、堀江、うん、森浦、うん、でね、ところがまあなんとか頑張ってるけども、はい、先発がちょっとなかなかあの安定しないっていうところで、うん、クオリティスタート 48% と、うん、あのやっぱ低いのね。そうです、本年は48なんだ。援護点は 3.49 と低いのね、うん、あのセリーグ、広島っての打つイメージはあるんですけど、めっちゃ打ってる。でも援護点そのあんまりですね、2割5分5厘、はい、セ・リーグ1位、はい、打率、うん、でホームランは37本で低いんだけども、はい、得点圏打率2割3分5厘と、はい、こう低いね。あ、得点圏で出てないってことなんですね。そうで盗塁は、うん、7割2分1厘とまあまあそこそこ頑張ってるけども、うん、だからね、点の取り方だね、はい、ここもだから一緒かもね、うん、ドラゴンズと。あ、スクイーズ俺がスクイーズ好きっていうのもあるんだよね。 あ、そうなんですね。そう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 いうふうに絡めてやっていこうってね、うん、だからそこを、うん、あとは、うん、やっぱ広島の一番の課題は一つなんだよ、はい、やっぱコロナ陽性で人がいっぱい抜けて、うん、交流戦がやっぱ2勝10敗なのは、うん、やっぱこれはやっぱり笹岡監督もどうしようもないね、うん、でそこであんだけ抜けて、はい、でまだここからね3試合続くからどうなるか分かんないけど、まあ、正直あれはきついね。そうですね。で大瀬良森下とかもね、はい、抜けてそこを調整しなきゃいけないし、まあ正直ね、うん、これで勝てはそれは難しい。あんだけいなくなって、はい、うん、でこうね隔離されてね、その間練習できなくて、はい、いきなり来てもよ、うん、それはきついよね。結構ただ主力選手抜けましたからね。でもその中でもよ、うぐさ、林っていうね、はい、っていったところも非常にいい活躍をね見せたし、中村翔選もね、はい、いい形でそういう若い選手たちの頑張りっていうのを見えたし、で帰ってきたね、うん、菊池、葉月、うん、そしてあの鈴木誠也とかね、うん、そういったところの頑張りもあるし、もうちょっとクローンがね、うん、頑張ってほしいっていうところもあるけども、コロナのせいだね。もう言っちゃう、コロナのせい。あ、もう今の広島の低迷は、うん、はい、いやそれはファンの皆さんがね、うん、その監督の采配がなんとかっていうね、うん、いう思いはあるかもわかんないですけど、はい、もうコロナのせいです、うん、まあ、それはでも大きく影響はしてますもんね。かなりしてる。だって交流戦2勝10敗3分けはきつすぎる、うん、防御率 5.41 はワーストだもん、はい、だってあの時よ、うん、ロッテ戦か、先発全員人いなくて、はい、投げたのが矢崎、ネバラスカス、いやきつかったね、正直。で、まあ、その中で玉村とかね、はい、いいピッチャーも出てきた時に光る。だからこう次から出てくる選手のいい形と悪い形というのが発見できたっていうのも、うん、チームの層を上げるためには非常に大事だったと思うんですけど、うん、でもやっぱりきつかったね。まあそりゃそうですよ、うん、だってもう森だそのね、調整してきてもやっぱりその前の休む前の本調子になってないもんね、うん、森下とか大瀬良とかもだって体動かせないですからね、うんうん、だからもうね、うん、広島は、うん、コロナのせいです。しょうがない、しょうがない、うん、こっからちょっと万全に立ち直って今はね、うん、16ゲーム差、はい、首位と、うん、で3位まで9ゲーム差、踏ん張りどころだね。そうですね、ここで、うん、なんとかね、うんうん、でもまあ大道が先発行っていいところを見せたし、タオムラもいいんで、まあ、若手のね底上げはできてるんで、はい、ちょっと外国人選手にね、うん、頑張ってもらいたいなっていうところはありますけども、うん、まあこっからね、うん、もうどう立て直していくかすで、うん、課題っていうより人がいないことが課題だった、ね、はい、まあでもその中でも若い選手の経験値を積むとかね、そうそう、だからいいところはあったと思うのね、いいところはあったということで、うん、でもなんかあったら作戦、はい、スクイズスクイズエンドラン、はい、バスターエンドラン、はい、何でもあります、攻めていこうと、 お好みでっていうね、はい、好きな技を使ってくださいと。だからソフトバンクのそこの打線のつながりとね、うん、どうなるのかっていうところはね、うん、まあ、今後注目してもらいたいところですね、はい。